第138回天皇賞、第138回天皇賞、第138回天皇賞は、2008年11月2日に、東京競馬場で行われた日本中央、競馬会主催の GI 競争である。2008年秋の天皇賞として、東京競馬場、芝2000メートルのコースで行われた。出走馬は十七頭、頭の GI 競優勝馬を含む全馬に、 重賞優勝経験があり、中でもウォッカ、ディープスカイ、ダイワスカーレットの3強対決が注目を集めた。レースは、従来のコースレコード及びレースレコードを0.8秒、更新する新記録、1分57秒2で、ウォッカが優勝。2着ダイワスカーレットとは2センチメートルの離さという、GI 競争史上2番目の僅差での決着となった。3着には、ディープスカイが入り、 全評判通りに、三強が三着までを占める結果となった。一番人気に押されたのは、前年に貧馬として64年振りの東京優勝、日本ダービー制覇を果たし、この年も安田記念に優勝していたウォッカであった。前哨戦の毎日王冠では、新馬戦以来の逃げ戦法を見せ、ゴール直前でスーパーホーネットにかわされて二着となっていたが、騎乗する竹豊が、 今まで乗ってきた中で一番状態が良いと明言するなど状態は上向きと見られていた。また東京コースでは5戦2勝2着2回唯一連帯2着以内を外したのは前年秋に出走したジャパンカップの4着でそれも優勝場からは0.2秒差と安定した成績を保っていた。ただ陣営は動かを前哨戦を使って万全の状態に仕上げ。 さらに得意の府中であるということに対し、大和スカーレットは、初めての府中に6ヶ月ぶりの実戦で非常に状態が悪く、ウオッカ陣営の各居長教師は、これで勝てなかったらもう一生大和には勝てないと、緊張感を高まらせていた。続く2番人気には、ウオッカと同じく牝馬の大和スカーレットが押された。本馬は、前年に牝馬限定の GI 級競争で参照を上げ、 ここまでウォッカとの対戦成績を3勝1敗としていた。さらに前年末のグランプリ、有馬記念では2着、当年春に出走した大阪杯では、GI 競争4勝の名勝サムソン、菊花賞優勝馬浅草キングス、この2勝後に、宝塚記念に優勝する衛進でピッティラを退けて、優勝するなど、第一戦のボバとも、互角以上の能力を見せていた。しかし、 右前足骨流で5ヶ月間を休養に費やしており、天皇賞は大阪杯以来7ヶ月振りのレースであった。このため、競争の1ヶ月半前から、主戦機種の安藤勝美が起乗して急ピッチの調整が行われ、放牧からの起球時には5 4 0ラム前後の馬体重であったが、競争当日には大阪杯と同じ4 9 8キログラムでの臨戦とな、 3番人気のディープスカイは3歳馬であり、春に2004年のキングカメハメハ以来となる NHK マイルカップ東京優秀の変則2冠を制していた。本馬は前走で喫花賞トライアルの神戸新聞杯を制していたが、距離やコース適正などを考慮の末に3歳クラシック最終戦の喫花賞を回避、怖相手となるこちらに出走した。当年のダービー馬が、 天皇賞に出走するのは、前身の提出後商店に、久友が出走して、以来71年ぶり。戦後では、初めての出来事であった。単賞オッズ一桁台は、この3頭のみであり、重賞に連勝中のドリームジャーニーが14.6倍と、4番人気以下は、大きく引き離されていた。なお、最終登録の時点では名称サムソンも登録場に、なお連ねており、 同馬が出走すれば、ウオッカ、ディープスカイと共に、日本競馬史上初めて3世代のダービー馬が顔を合わせるはずで赤、競争4日前に調整不足を理由に回避した。天候、晴れ馬場状態、両、スタートが切られると、戦前からレースを先導すると予想された、ダイワスカーレットが先頭に立ち、そのまま束を引き離していった。ディープスカイが6番手、 一番人気のウオッカは直後の7番手につけた。交渉面前半から当選キャプテンがダイワスカーレットに接近していき、両馬が競り合った。前半の1000メートル通過は58秒7とややまと速いペースとなった。第3コーナーから第4コーナーにかけてウオッカ、ついでディープスカイが先行勢をトライに動き、ダイワスカーレット戦闘で最後の直線に入った。 逃げ粘るダイワスカーレットを、外側からディープスカイ、さらに、大外からウオッカがかわしにかかり、残り200メートル付近で、ウオッカとダイワスカーレットが並ぶ。スカーレットは一旦交代しかけたが、しかし、ここから再び伸びを見せて、ウオッカの前に出、これに再び並べかけたウオッカとダイワスカーレットの馬体が、内外で完全に重なった位置で、ゴールとなった。続いて、 ディープスカイと後方から追い込んだカンパニーがほぼ同時に入選。わずかに遅れてエアシーディが入着した。上位入選場のうち1着と2着及び3着と4着が写真判定となった。1着場の走破タイム1分57秒には1999年にスペシャルウィークが記録したレースレコード及び2003年に シンボリクリスエスが記録したコースレコードをそれぞれ0.8秒更新する新記録となり、9着のキングストレイルまでが従来のレコードを更新10着、11着場が従来のレコードイという非常に早いタイムでの決着となった。入選後、ウォッカ騎乗の竹豊、ダイワスカーレット騎乗の安藤勝美は共にウィニングランを行わず、 直ちに検量室前の着順指定エリアに戻っていった。記者は目測で判断できない僅差であり、この時点で検量室内にあるホワイトボードによる手書きの着順掲示板には馬番の小さい順に暫定的に7番、14番の順に書かれていた。しかし関係者はこれを台はスカーレット優勢と受け取り、スカーレット関係者は戻ってきた安藤に一着の 枠場に入るよう促した。これを見た安藤は、負けてないですかと問いながら一着枠に入り、生産者の吉田テルヤラと握手を交わしながら上げ場した。続いて戻ってきたウオッカは二着場の枠場に入り、部は固い表情で、直ち逃げ場し、蔵を外して検量室へと向かった。場内及び中継のテレビ画面に映し出されていた入選時のスローリプレイでは、 両馬の勝負はほとんど見当がつかない状態であり、着順の判断は完全に写真判定の結果に委ねられた。判定は長時間に及び、この最中、後に続く最終第12競争の発送時刻、繰り下げが発表された。また、テレビ中継を行っていた NHK も放送時間を5分延長した。時間が経つにつれ、場内では、 到着になるのではという声が上がり始め、ファンのみならず、兼領室外で両陣営の様子を見守る、競馬関係者からも、もう到着で良いのではないかという声が聞かた。判定を待つ間、うまそうを解かれたウオッカと、ダイワスカーレットは、着順してエリア内で前後に並ぶ形をとり、一緒にクールダウンを行っていた。着順判定に使用される写真は、通常一枚のみであるが、 今回は非常に微妙であったため、それぞれ別角度から撮影された3枚のスリット写真で検証された。判定に時間を要したのは、第2、第3の写真の現像に時間がかかったためであった。そして、レース終了から13分後の15時56分、場内の着順掲示板に14、7の順に馬番が表示され、ウオッカ優勝、ダイワスカーレットが、 花さの2着で結果が確定した。ン馬による天皇賞1、2着は1958年のセルローズマイナスミスオンワード以来50年振りの出来事だった。その喫差は数字にして2センチメートル、GI 競争史上2番目、当時の僅差であった。ゴール前後の様子を捉えた連続写真のうち、ウオッカの花先が前に出ていたのはゴールの瞬間のみだった。 確定の瞬間、部は大きく手を叩いて、両手でガッツポーズを見せ、ウオッカ管理長教師の角井勝彦と握手を交わした。一方、半ば勝利を確信していたダイワスカーレット陣営は、呆然とした様子になり、関係者の輪の中からは、嘘、どうしてという声も上がった。ババで行われた表彰式では、ウオッカより先に、武、ケシ、カ バシュの谷水雄三が姿を現し、ウオッカの準備を待つ間、部が温度をとって、スタンドのファンと共に万歳参照が行われた。勝利騎手インタビューにおいて、部は、兼量室内のホワイトボードに劣勢の形で出ていたこともあり、生きた心地がしませんでした。ずっと祈っていましたと述べた。表彰式のプレゼンターは、当年の JRA イメージ CM。 クラブ競馬の出演者である女優の青井優が務めた。ハイペースで推移しながら、通常はペースが速いほど有利となる、後方待機策から上位に入着したのはカンパニーのみだった。これは、上位3頭の実力が抜けていたことに加え、後方を追走するだけでスタミナを浪費するほど速いペースであったことの少佐である。スポーツ放置は、驚異的モーラップとの見出しで、 シンボリクリスエスが優勝した2003年秋の天皇賞との一半200メートルごとのラップタイム比較を行っている。なお、第3コーナー手前からダイワスカーレットに競りかけた当選キャプテンがウオッカと同じ格居級者所属場であったため、同馬がダイワスカーレットを消耗させるためのラビットだったのではないかという憶測があり、ダイワスカーレットを管理する松田国営が、 オリビエ・ペリエの気丈に疑問を呈するコメントを出している。一方で、松田は結果的に両馬の競り合いでペースが速くなったからこそ接戦が演出されたという意見も述べている。上位入着馬4頭のレーティングを総合して算出される重賞特別競争レーティングでは118.5という値となり、2008年度試行の g i 級競争ではジャパンカップ。 119.75に次ぐ評価となった。天皇賞の評価としては、競争レーティングが日本中央競馬会のホームページ上で公開されるようになった2001年以降の最高評価となっている。出走馬の各陣営からは、競争レベルの高さを称賛する声が相次いで寄せられ、その中で上位入着3頭の実力を称える声、さらに池添健一のように、 この競争に当事者として参加したこと自体への気を口にする者もいた。あ、騎手時代の1980年秋にプリテイキャストで第82回天皇賞を制した柴田正人は天皇賞史上最高のレースを見せてもらってとても感動している調教師時代の1997年秋にエアグルーブで第116回天皇賞を制している伊藤雄二は 頻馬2頭が歴史に残る名勝負を見せてくれました。痺れましたと称賛した。日本中央競馬会の広報誌、優春が行った読者投票において、本競争が328ポイントを獲得して2008年度のレースオブザヤーに選ばれた。2位の有馬記念47ポイントとは281ポイントの差があり、 2位から10位の合算値よりも194ポイント上回る大差での選出となった。優勝したウオッカには賞賛の声が相次いで寄せられた。伊藤雄二はこの馬のレースでいつも思うのは勝つ時は本当に強い競馬をするということ。今日の競馬は完璧でしたと評した。武氏はゴールまで数十メートルのところは非常に苦しかったのですが、あそこで踏ん張ってくれたのが やっぱりウォッカだと思います。タフなレースでしたと解雇し、間違いなく歴史的な名品です。いや、品馬という枠を超えた名馬ですねと称えた。レーティングでは出走馬中の実質最高評価となる118ポンドを与えられていい。休養を明けながら、この接戦に持ち込んだダイワスカーレットは、競争内容においてはウォッカ以上の評価を得た。安藤勝美は敗因について、 休み明けの分、テンションが高くなってる生きんでいたと解雇しながら、並ばれた時は三着もないかと思った。そこからのビジュンだから、本当に大した馬だよと称え、名勝負と言われるけど、俺からしたら一番ひどい競馬、普通の馬なら、我慢できるような競馬じゃなかったし、それを思うと、ウオッカより相当、上だなと感じましたと述べている。ウオッカ陣営からも、賞賛の声が寄せられ、 馬シの谷水雄三は、それにしても、台湾の二の足はすごかったね。強い馬だと称賛、長況助手の清山博明は、スカーレットが前哨戦を一度使っていたら、叶わなかったんじゃないかと思いますと述べた。スポーツ日本記者の浜田君とは、前半1000メートルでを58秒7という側面のラップを刻みながら、後半ではそれをしのぐ58秒5というラップで、 まとめた点を、驚異的なスピードの持続力と述べ、勝ち馬以上に凄かったスカーレットと、総評した。また、競馬評論家の伊崎修五郎は、残り50メートルの差し返しを、奇跡のような足と評し、歴史的名馬の証、今回の天皇賞を忘れがたきものにした、真因であるように思えると述べている。レーティングではそれまでの評価値115ポンドを上回る117ポンドを、 与えられ、出走馬中実質2位の評価を得た。春シーズンの段階から2008年クラシック世代は、世代自体のレベルが低いと見られ、その評価を払拭する構想となった。管理調教師のコンは、この世代は、弱いと言われていたが、違うということを証明できた。現役最強馬とこれだけの競馬ができたのだからと、感想を述べた。柴田雅人は、 さすがダービー馬という走りをした。3歳馬が小馬を相手に接戦に持ち込むには相当な能力がなければできないゲートでよくぞ最強頻馬に食らいついたという感じだと称えている。しかし3歳時からライバルと目され続けてきた頻馬2頭の接戦に本馬の印象は相対的に薄くなったとする意見もある。レーティングでは単純な数字の上では最高評価。 実質3位となる120ポンドを与えられ、日本ダービー優勝陣の117ポンドを上回った。ウォッカとディープスカイは、この自走ジャパンカップに進み、それぞれスクリーンヒーローの3、2着となって2008年シーズンを終えた。ダイワスカーレットは、両馬が回避した年末のグランプリ、アリマ記念に進み、当面以来37年振りの品馬優勝を果たした。 この年の年度表彰では、ウオッカが年度代表馬ディープスカイが最優秀三歳ボ馬を受賞。ダイワスカーレットにも特別賞の授与が検討されたが、受賞は見送られた。翌2009年2月にダイワスカーレットは、クッケン炎を発症し、他の2頭に先んじて競争生活から退いた。ウオッカは2009年に、バ馬サイトとなる G1 級競争7勝目をマーク。 金馬初の生涯獲得賞金10億円突破を果たした。しかし、連覇を狙った第140回天皇賞では3着に敗れている。優勝は、この年4着に追い込んでいたカンパニーであった。一方、ディープスカイは、その後抗争はするも勝ちきれないレースが続き、2009年の宝塚記念3着の高屈拳縁を発症して、現役を引退。 救世した父アグネスタキオンの後継主母馬となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。